ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、オーメン。監督は、リチャード・ドナー。1976年の作品です。アメリカ人外交官、ロバート・ソーンが、死産した息子の代わりに養子にした子供、ダミアンは、悪魔崇拝者たちから崇められるアンチクライストでした。周囲で起こる怪異な事件にダミアンが関与していることを知ったソーンが下す決断とは、というお話です。主演はグレゴリー・ペック。共演は、リー・レミック、デビッド・ワーナーほか。低予算ながら、一流のスタッフ、一流の俳優陣によって制作された、格調高いホラー。トラウマ級のショッキングなシーン多数。ジェリー・ゴールド・スミスは、当作でアカデミー作曲賞を受賞。興行につき、シリーズ化され、続編もヒットしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。